はい、どうもおはようございます。今日はですね、キャンプにやってきました。山梨県のですね、本栖港かなの湖畔にあります港湾キャンプ場ですね。ここはね、ゆるキャンってアニメかなの舞台になったっていうこともあってすごく有名で、まあ予約もちょっと取りにくいんですけどね、なんとか取れたもんで来てみました。前から一度来たかったんですけどね。ちょっと中の様子見てみようと思います。こちらのこのちっちゃい方の建物、ここでね受付するようになってます。受付時間をね予約の時に指定するようになってるもんでね、その時間にならないと受付してもらえないんですけど、で受付をしたら車で入っていきます。このね左手にある脇道を降りていくんですけど、最初僕分かんなくて通り過ぎてしまいましたけど、でねここはこうやって入り口にポールが立っててチェーンがしてあるもんでね、車で入る人はこのチェーンを自分で外して入ってまたかけるようになってます。ちなみにね、朝の8時から夜の8時は通行できるんですけど、それ以外は通れないということでね、こうやって鍵かかってますんで気をつけてください。8時過ぎたらねチェーン外せるようになりますんでね。でこの急な坂を降りてったらね、駐車場がありますんでね、まずはねそこの駐車場に止めてからサイトを探すようにというふうに説明を受けました。要はね湖畔がやっぱり一番人気なんですけどね、まあなかなかその空いてるところがないもんでね、空きを探してみんなが車に乗ってうろうろしてたらごった返して大渋滞するもんでね、一旦駐車場に止めて自分のサイトを当たりつけるっていうか見つけてからそちらに移動してくださいっていうことでした。はい、坂を降りてくるとねこんな感じでちょっと広くなってて駐車場になってます。ちなみにねここに炊事場とシャワーとトイレがありますっていうかここにしかないですねでねこの右手の脇道を降りていくと湖畔の方に出れるようになってます。ちょっと行ってみましょうかね。この景色がやっぱりね素晴らしいですね。でねこういう感じで一段上にもサイトがあって、でまあ湖に近づくにつれてねこう坂になってるんですけど、一番先端湖の際まで設営することはできます。ただねやっぱ一番人気はこの湖のほとりですからね、まあまあ空いてないんですよね。こんな感じでぎっしりテントが立ってます。湖畔からね一段上がったところにも、まあ、ちょっとこう細い道があるんですけどね、ところどころに設営できるようにちょっと広がってるところもありますね。こういう感じでね、まあこれはこれでありじゃないですかね。上がったところも人気ですね。まあねこの眺望ですからね。ただね最初に言ったみたいに水場とかトイレがあそこしかないからね、この辺からだと結構歩きますよね。それとこの傾斜
をどう捉えるかじゃないですか。この駐車場の奥の方が林間サイトになってます。一応ね、林間サイトは車両乗り入れ禁止ということでね、ここに車を止めて荷物は運ぶようになります。ただね、下の湖畔に比べると平らだ、過ごしやすいですけどね。あとね、下の湖畔の方がね、やっぱ人気があって、隣がどうしてもぴっちりくっついてますからね。ここはここでいいと思いますよ。場所によってはね、富士山も綺麗に見える場所もありますしね。今ね、9月の下旬なんですけどね、林間はね、まあ、日中でも結構涼しいんですけど、湖畔に行くとね、日陰がないからまあまあ暑かったですからね。そういう意味では林間もおすすめだと思いますけどね。一番人気はね、あそこですよね、きっと。めっちゃ僕らが泊まったとこの隣というか奥ですけどね、あそこが林間の中では最高じゃないですかね。空いてたらラッキーだと思いますよ。この左側ですね、まあ、ちなみにうちがこっちなんですけどね。こちらが最高じゃないでしょうかね。ま、なんといっても人気はこの下の湖畔でしょうけどね。この傾斜さえ克服できれば湖畔一択ですかね。はい、港湾キャンプ場でした。こんなところです。いや、本当にね、前から来たいなとは思ってたんですけどね、なかなか予約が取れなくてね。で、まあたまたまね、今平日だもんで取れたんですけど、来てよかったです。また来たいです。よかったら皆さんも来てみてください。それじゃあまた。さよなら。